はい、どうも皆さん、こんにちは、トウモツです。今回も、待ち合い声動物の森実況プレイ、集まる動物の森まで続けるやつ、あれ、やっていきたいと思います。あれ、よろしくお願いします。遊びに来てくれたんだね。あ、こっから始めるのは初めてだな、俺。あつ森村は今、あ、やばい、リアル時間を。リアル時間をさらされていく、始めます。ということ、あ、新しく作ったりもここでできるんだね。なるほどね。俺はトウモツです。よし。見覚えがある。お前さっき一番パート1でバスの中であれだけくっちゃべったくせに見覚えなんて気に入った。はいはいはい、それじゃあ始めていきましょう。さあ来た。あ、メール来てる。メール、おーい、なに。あ、どうもどうも、はじめまして。出た、リセットさんパート3でリセットさんでるってどういうこと。俺ちゃんとセーブしたよ。突然失礼します。あ、私リセットさんと申します。この度は待ち合い声動物の森をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。うわ、何、任天堂の人、この人中身任天堂の人、社長になりかわりまして、 わし、いや私が、そんで何やったかいな。あー、めんどくさい、もうええわ。あー、ごめんごめん、そう固くならんでええよ。固くってか、ただただビビってるけどなどうもわしの顔見ると怒られると思う人が多いみたいでな。おー、これリセットさんが出てきたってことは俺なんか多分もしかしたら切っちゃったのかもしれない。おちゃん、こう見えても結構フレンドリーなんやで。それは知ってる。まあそんな話はどうでもええねんけど、今日はちょっとお願いしに来たんですわ。たぬきちくんからも聞いたと思うけど、動物の森の正しい終わり方って知ってるよね。ああ、ちゃんと屋根裏でセーブして終わるやつね。屋根裏のベッドに寝るだけ。セーブするのボタンを押して。なんだその便利なボタンは。今後もそれを続けてほしい。ああ、忠告に来たって感じか。お前リセットしたらどうなるか分かってんだろうなっていう忠告をしに来たわけね。ウィニウィニ持ったりせんといてほしい。オッケー。そんなもん遊ぶ人の勝手やろってのも分かるんですけど、このゲームだけはできるだけリセットせんと遊んでみませんかって提案させてもらってますね。それは分かる。なんかこういうスローライフ系の現実と同じ時間が流れてる系のゲームってあんまりリセットしたくないよね。とまた話が長くなってしまった。つい長話してしまうのはわしの悪い癖なんですわ。そろそろ失礼しますけど、もしリセットしはることがあったらまた注意しに伺わせてもらいます。鬱陶しいかもしれませんけど、これも仕事なんで堪忍しちゃってください。ほな、大変だなあ、お前俺とリセットさんのやりとり見てたのか。あー、木枯れてるし、なんで雑草生えてるし、なんて悲しい。ミカッチ、あー、トウモツくん久しぶりなんですけど。あ、言うて1週間ぶりくらいかないつぶりだろう。ねえ、あんたもしかしてずっと寝てたの？風邪ひいてました、ごめんなさい。今も喉が痛いです。顔にシーツのシワついてるよ。どんだけ寝てんねん俺。あ、以上か。おー、なんか花も枯れてるし悲しいな。メール見てこう。うわ、めっちゃ来てる。何、ちょっとセンサーバー、パンプキング、あ、ハロウィンのやつ。10月31日はハロウィン、我がしもべたち。何様だお前。その日までに多くのアメちゃんを用意し、わしの元へ届けに来るかも。アメちゃん、何、たぬきちの店で売ってたっけ、忘れたわ。母より、ママ新しい暮らしにはもう慣れました。自分の力でしっかりやるのよ。この母の575の57577の短歌で送ってくるのすごい好き。すごい、なんかプレゼントつけてくれてるし。母母どんだけ送ってくるの。母、秋ナスをここぞとばかりに食べてます。姑いない平和の証。ああ、美味しい、母より。大変なんだな姑は。あ、ハッピールーム、あ、入会のやつね、分かったよ。ということでちょっと母のプレゼント見てみよう。母、ここだ、オッケーオッケー。母、手紙、これね。何くれたんだろう、秋ナスかなうわー、センベル、金送ってきやがった。母やるな。ちょっと服着替えとこう。で、センベルはここに入れとこう。よし、作業着。じゃあ、今回は、主に、基本的にお金稼ぎをして、一番最初の家を脱却しようみたいな、なんだ？テーマ？目標で進めていきたいと思います。あ、エイブルシスターズ。ここは服屋さん。なんだっけ、アサミとキネオだったっけ？お姉ちゃんが全然喋ってくれないんだよね。いらっしゃい、手作りファッションの店エイブルシスターズへようこそ。あ、以上。俺初めて引っ越してきたんだけど。はいはい、ご用何かしら。何、その引っ越し祝い的な話しないの、悲しいな。あ、この野球帽かっこいいすーげー悪そうなサングラスあるな。120ベルつけてみたい悪そう、
悪そうだけど、ちょっと目が目が大きすぎて出ちゃってる。買っちゃおう。よし、120ベル。よし、これつけとこう。ちょっと舐められないように。おおおおおお、わしは宝物っちゅうもんや。よろしく頼むぜ。大きに、あさみさん。あ、これ毎日話しかけないとなかなかお話をしてくれない系のお姉ちゃん。今ちょっと立て込んでますし、というので、このあさみさんともちょっと仲良くなっていきたいね。で、マイデザインがすごいね、この辺。まあ、マイデザインは後々いろいろいじくり返していきたいと思います。まあ今日のメインはお金稼ぎなので、とりあえずたぬきちの店に行って道具を買いに行きたい。よいしょい。どこだっけ、なんか雑草めっちゃ生えてるし、ちょっとオレンジを拾っとこう。一応ね、金すぐ稼ぐためにここに置いといたんだよね。オレンジは、村の特産物は1個100円で、他の村のものは1個500円。だから、他の村のフルーツをゲットできたら一番いいんだけど、まあ、通信ができないから、どんなのできるのかな。飛び森の方ではなんか、住民がお使いのお礼とかに他の村のフルーツくれたりすることはあったんだけど、よし。あー、スコップと、目玉商品？これ？ちょっととりあえず売ろう。売りたいの。あ、株か。100、え、まあ、高くない？高くない？ちょっと、明日、日曜日に株絶対買っとこう。これは一瞬で大儲けできる気がする。オレンジ、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 オレンジ。126は割と高い方だと思うけどな。1300ベル、オッケー。アメちゃん売ってるね。アメちゃん買っとこう。400。割と取るね。買っちゃおう。たぬきポイントシステムズ。何、なんか、会員が知らぬ間に会員になる、させられてる。お買い物ポイントが溜まっていくんだもん。ポイントが溜まるといろんな特典があるから頑張って貯めてね。ポイントマシンでもいろいろできるからアクセスしてみてほしいだもん。OK。この左下の緑の、あれだね。機械だね。よし、釣り竿買う。釣り竿の付け方わかるわかる。OK、OK、知ってるからいい。よし、じゃあ、スコープも買っていこう。網が欲しかったな。網とジョウロ欲しいな、早く。わかるわかる。よし、ちょっと目玉商品買えるかな。青いチェスト。2100、買えないな。全財産810ベルって心もとなすぎるな、これ。しかもハードルとかあるし。元陸上部からしたらちょっとウキウキする。よく動き作りとかで、ストレッチでやってた。よし、じゃあということで、お魚をいっぱい釣っていく作戦に移行しましょう。移行というか、なんというか、まだ始まってすらないんだけど。蜂をね、木を揺らしたら蜂が出てくるんだけど、蜂は、蜂の巣と蜂で3000ベル稼ぎだから、網持ってたら一番稼ぎやすかったんだけど、まあ釣り竿で稼ぐしかないな。あれ、もしかしてこれ十字キーで、あ、入れ替えられる。よし、便利便利。で、これでしまう。で、これで上を見上げる。オッケーオッケー。十字キーの付け方は分かった。あ、川魚いた。最初のお魚発見。これ A ボタン押すだけでいいんだよね、沈んだら。こいや。ドキドキ。おお、じらす、じらしていく。よし、痛い。全然暴れないし、クルクルしてるだけだし。おいかは、ふむふむ、ヤマメとも言うのか。さあさあ、どんどん。もう川の魚より海の魚の方がいいのかな。このまま一周川下っていって、それで、来い来い来い。よし、来た。またお前か。このまま下っていって、川の魚というか海にたどり着いたら、あ、でかい。海の釣りをしよう。予想しよう。ブラックバスだ、あれは。120% ブラックバスだ。この、じらすのが醍醐味だよね。はい、来い。よし、5回目だ。絶対来る。カモーン。5回以内に来るから、あ、ブラックバス当たり。何センチだろう。何センチ出ないのか、これ。5回以内に来るから4回じらされたらもう5回目は絶対来るんだよね。あ、ちょっと、あ、お魚いる。住人の皆さんにもお話ししたいんだけど、このギリギリの橋の下ギリギリのやつって掴めにくいよな。よし、ここだ。食いつけ。お前なんでそんな、俺じゃない餌の方に食いつけ。そう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 。こいつもブラックバスかな。よし、あ、ブラックバスだ。よし、じゃあ一周ちょっと
住人のみんなとお話ししていこうか。ここ誰の家だっけ。全然覚えてないっつ。あ、メリアス。あ、すげえ、なんかミシンのいいお家じゃん。芝生の床、これ何の床。タンス開けよ。え、何これ、タンスじゃないの。あ、本棚だった。タンスかと思った。コサックソング、服いっぱいあるしね。なんかこういう住民のなんつうの、中くらいのお家が好きだったりする。まあ、トーマツさん、お久しぶりなのです。なのね。しばらく見かけませんでしたが。風邪ひいてたんやって。それとも私、避けられてたのかしら。いや、そんないじめしない。そんな陰険ないじめしない。そういえばこれ、バス停調べたらなんかあんの？町行きバス乗り場。バス？おい？行けんの？もう。出かける？やってみる？ちょっと。お金全然ないけど。え、なんか、イベントとかあるのかと思った。すぐ行けるんだ。誰も説明してくれなかったけど。しかもすぐ来るし。タクシー買ってくらいすぐ来るし。え、行けるの？マジで？こんな柄の悪い。柄の悪いサングラスかけたやつだけど、行けるんだ、もう。あ、へいこいたのかと思った。かっぺえ。なあ、兄ちゃん。おめえもしかしてこの間引っ越してきたやつだか？ってことは街に行くのは初めてだめな？初めて。初めて。へへ、やっぱそうか。嬉しい、恥ずかしい。街デビューってやつか？おめえのぎこちねえ態度見てりゃ一発の見通しだべ。やべえ、田舎もバレてる。俺もね、東京の駅とかでうろちょろしてるの恥ずかしいから、なんかもう、家で寝入りにスマホで調べて乗り換えとか調べてるっていう。お気に入りの一丁らで気合い入れてよ。緊張紛らわしてんだろ？一丁ら。一丁らじゃねえけどな。へえ、どっかで聞いたような話だな。お前も似たような過去があるのか。悪気取りの田舎もんが、一肌開けるために都会に出てってよ。泣けなしのちっちゃいプライドぺちゃんこに潰されて帰ってくるだよ。よーし、おめえの戦術はもうすぐそこだからな。踏まれても投げられても絶対倒れないようなタフな男になってくるんだぞ。カッペ優しいよな。本当は海の男のはずなんだけどな。早く海に出してやりたい。おお、いっぱいいる。あ、右のやつはリッキーじゃない？左ダルマン。なんだっけ、ダルマンみたいな。あとパロンチーノさんだっけ、ペロンチーノさんだっけ、なんかそんな名前。あ、キャラメルいる。動物は意外と詳しいっていう。これが街か。あ、何にも言わなかった。カッペ頑張れよって言ってくれるのかと思ったら何も言わなかった。これが街か。